はい、どうも皆さんこんにちは、エルグランド R34 です。今回紹介するのはですね、トミカで、ちょっとプチ改造した、アベンシスのパトカーを紹介したいと思います。まあアベンシスと言ったらですね、トミカで、最も多分ひどいと言われているトミカだと思います。サイズがすごい小さいんですね。で、自分は別にアベンシス好きなんで、全然ちっちゃくても、確かにでっかく出してくれればよかったなって思うとこあるんですけど、別にしょうがないかなみたいな。自分はこれがトミカだから仕方ないって言って受け止めてるんですけど、結構皆様の、評価がではかなり低い、トミカになります。実車はすごくね、かっこいい車なんですけど、あんまり確か日本の逆輸入、ヨーロッパかどっかからの逆輸入かなんかなんで、日本で正式に販売されてはないのかな、ちょっとあんまりわかんないんですけど。で、とりあえずね、せっかくだから、実際には、存在しない、ものを、今回は、作ったという形になります。でですね、車両の方が、車両どこ行ったっけ、やばい。ありました。今回このソネを紹介したいと思います。で、一応アベンシスはこちらの車になりますね。こんなにちっちゃい、車になります。これすごいちっちゃい、これだけで見せたら別にちっちゃくねえだろうと思うんですけど、だいたいね、例えばプリウスとかと比べるとこんだけの差があるんですね。ほら、ガチャガチャで出てきて、そうなトミカっていう感じです。で、今回こちらを改造したということで、じゃあ改造したのちょっと見ていきましょう。めっちゃ雑ですけど申し訳ないです。こちらですね、はい、アベンシスの、もう継承仕様のパトカーになります。これも結構失敗したんですよ。割とこれ没作品みたいな感じで、シルバーもそのままこれを使ってるんですけど、元はすごいボロボロとか汚くて、結構綺麗にして使ってるんですね。で、一応ですね、ナンバープレートはね、フロントから見ていくか、ナンバープレートじゃなくて、前がこんな感じになってます。ほい。一応ここナンバープレートあって、ここ品川800の3825。これアベンシス用に作ったナンバーなんで、困っちゃいますね。で、何が困る？一応こっちが警視庁ポリスという、表記、一応シールでくっついてます。デフォルトじゃねえ、デカールかな？デカールだっけ？透明なやつ。あれはちょっと作れないんで、無理として。これ携帯のやつなんでね、雑なのは許してください。で、後ろはこんな感じで、後ろもポリスって書いてあると、一応このね、リアの、ランプも再現されてます。特に変わったとこはないですね。で、変わってるよ。で、こっちもね、先ほどと変わんない感じで、こっちの、ポトランプは今、現行で言ってるナンバー110番の、パトカーの、警視庁の、200系の、クラウンのパトカーの、セットのやつを、ピン取ってきて貼っ付けてます。後ろは特に変わってないです。で、比べてこんな感じになりますね。なんかパトカーにしたことによって、またちょっとかっこよくなったというか、実写ではないんですけど、いいかな、これはこれで、みたいな、感じのものができました。すごいいないようなパトカーなんですけど、で、ゼロクラでいいや。と比べるとね、差がすごくて、こんだけ違うんですよね。困っちゃいますよね。これね、違和感しかないんですけど、とりあえずパトカーにしたらそんな違和感ないんじゃないかなと思って作ってみました。でもそれを言ってもアルトとかと比べちゃったら結構ね、差がすごいんですけど、ほら。元はこれはね、警視庁のね、ここの警察署に配備する予定で作ったものなんで、いいでしょう、これは。結構雑ですけど、いいかなと思います。アベンシスも改造してる人そんなにいないと思うんで、とりあえずこのアベンシスはね、これからも使っていこうかなって思います。ちっちゃいのはしょうがないですね、これはね。本当に。でも雰囲気は出たのかなって、すごくそこは思います。別にダサいわけじゃないじゃないですか。
だからまあ一応いいかなみたいな感じですね。まあ、まあこんな感じですね。まあ作り方は簡単ですよ。マスキングして、とりあえずずれないようにマスキングして、もうそれをで塗料を黒にバーってやるのが完璧です。完成です。すごい、でもかっこいいね。意外にアベンシスはかっこいいんですよ、割と。まあトミカじゃちっちゃいしね。まあね、なんだなんだこのクソ車みたいに言われる。別に車はクソじゃないですからね。トミカがクソでもないですよ。しょうがないです。これは確かタイの洪水かなんかで、まあ、作れなくなっちゃったみたいな感じですね。もうなんか作れなくなったらそんなね、まあ、今もコロナのあれで、ほらトミカが6月のはこういう通常品は一切出ないんですけど、別に出さなくてもよかったと思うんですよね。こんなちっちゃいの産んじゃうなら。なんかアベンシスとかもいい車なんで、すごいもったいないなと思う。あの奥にいるフィットシャトルとかね、手前の WRX だっけ、インプレッサとかもね、まあ、あってのかもうね、あのちっちゃいんで割と、まあ他のと比べたらね、まあもったいないですよね。せっかくなんかあのこんなねいい車なんだから、もうちょっとね、あのなんか作れそうなのでちゃんと作ってあげればよかったんじゃないかなって思います。まあプリウスアルファとかもそうですけど、ね、まあでもしょうがないですね、それはそれで。まあこれも2010、まあ7ヶ月ぐらいしか売られてなかったのかなっていう車になります。なんでアベンシスのバリエーションは一切ないですもん。あのアベンシスはもうバリエーションというバリエーションが一切なくてですね、タイヤもこれ専用で作られたようなもんですよね。こんなちっちゃいの見たことないですよ。まあだから今回はまあこのアベンシスというパトカーの紹介でした。まあ久々の動画になっても、あのライブやるとか言ってライブ全然やってないんで、ちょっとやる暇があったらぜひやりたいと思います。まあこんな感じでちょくちょく改造したトミカとか、まあトミカとかもあったりね、まあ、ちょくちょくとこうやってこうマジョレットなんですよ。マジョレットをトミカにしたよっていうものもあるんで、これアトランダですねとかもあるんで、まあこういうのもいずれか紹介できたらいいかなって思います。まあちょっといつかわかんないけどね。じゃあまあ今回こんな感じで以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。